はい、皆さんこんばんは、こんにちは、おはようございます、まさこいちです。はい、今日はまさこいち VS 守屋翼ということで、久々の否定対決でございます。まあオチを言うとボコボコにされましたということで、1試合目です。はい、まずですね、サーブがうまい。さあどういう展開だったか。はい、もう当てるだけのレシーブね、逆に点取りました。さあで僕もね、サーブ自信あるんで、あのサーブでどうにか取ろうっていう、まあ、作戦でいったんですけども、まあね、ちょっと前半硬いですね。というかね、守屋翼はですね、体がでかくなってますね。聞いたら、最近筋トレしてますということで、一応まさこーちもね、筋トレとかランニングしてるんで、若干痩せたと思います。はい、ちょっとねトスがね高いんで良くないですね。もうちょっと低いトスからの展開で、おー、ぶち抜きましたね。まあ見てわかると思うんですけども、守屋の方がやっぱ重心が低いと、まさこーちの方がやっぱね重心高いんですよ。なんだけど振ってしまってるわけですね。でこれ皆さんね注目してほしいのが、重心が低い場合はしっかりねバックスイングの体重乗せてバックスイングして、でしっかり振れてボールがやっぱ収まるんですよ。で僕みたいに重心が高くて振ってしまうと、いわゆる手打ちになってしまって、なかなかこうやってねボール飛んでいきません。で重心高い場合はもうちょっといなす卓球というか、あんま手振らないでなんだろうな、ブロックとか、あとはもう軽く合わせるコースを振るみたいな、まあ、ワルドナみたいな線型で行くべきなんですけども、ちょっとね僕の重心と上半身のプレーがねちょっとミスマッチしてるというところで、まあ、ミスが狙ってるんですけどね、はい、さあこれ惜しかったですけどね。レシーブもだからね、重心が浮いてる割には手を、ね、動かしてしまってね、また守屋サーブうまいんでなかなか取れるんですけどね。まさこーちもねやったんですけどね、うまく取れませんでしたね。これねもう本当にねボコボコにされてるんで、もうね2ゲーム目にもね実はね入ってます。はい、失点点ですね。こんな感じで、なんとかもう早いタイミングでね、これも振っちゃってますよね。点取りたいっていう気持ちがあるんですが、早いタイミングで自分から攻めたいっていう気持ちもありながら、重心は下がってないというちょっとその良くないですね。もっと腰を落とすっていうの、あ、これはうまいですね。今みたいなプレーだったら入るんですよ。なんで逆にね、そういう風にならなきゃいけなかったんですが、残念でございます。はい、これでもう2ゲーム終了しました。これも3ゲーム目です。早すぎるですね。3分かかってなかったですからね。今のカーブドライブすごいですね。ペンのカーブドライブかっこいい。これは逆にシュートドライブ、いい、おしゃれですね。狙ってたんですけど、ね、若干ミスしてしまってそうです。ちょっとサーブ変えて、はい、なんとかツッツキとかで点取りに行ってます。1ゲームだけでも取りたいっていう気持ちがあったんですよね。やっぱどうしてもら力入ってる。ちょっとね重心下げなきゃっていう気持ちはあるんですが、カーブドライブはね最近うまいんですよ。ちょっと今のはね、取り消します。ミスったんで、本当にちょっとでもいたら、お、今のミドル処理はうまかったが、やっぱりそれでも返ってくる。今ナックル分かんないですよね。でナックルと見せかけて次はまたナックルと、それでまた ぶちかまされる。僕もちょっと前にしてね、ナックル出したんですよね。なんとやっぱ浮いちゃってる。これもいいかな。もう早い試合が、あー切れてる。早いよ、早いんだよ、ボコボコでしょ、はい横入れ、センスないね。もう一回チャンス、守屋は多分10点なんですよ。はい、もう、まあ、デジャブ。もう僕がね、手本見せます。よいしょ。返すんかい。ご視聴ありがとうございました。